主にミイ産卵によって起こるチンダル現象ミイ。産卵は光の波長程度以上の大きさの球形の粒子による光の産卵現象である。粒子のサイズが非常に大きくなるとミイ産卵と気化工学の2つの手法による計算結果が類似するようになる。なお、波長に対して粒子が大きい場合は解説産卵が光の波長の1、10以下になるとレイリー産卵が適用される。 グスタフミーにより厳密解が導かれたとされているが、同時期に、ルードビヒローレンツや、ピーター・デバイなども厳密解を得ていた。散乱の特徴として、粒子のサイズが大きくなるにつれて前方への指向性が強くなる。その際には、速報及び後方へはあまり散乱しなくなる。雲が白く見える一因である。これは雲を構成する、雲粒の半径が数数十メートルの大きさで、 太陽光の可視光線の波長に対して、ミイ散乱の領域となり、可視域の太陽放射がどの波長域でも、ほぼ同程度に散乱されるためである。ミイ散乱理論は、角度分解低コヒーレンス干渉法を用いて、細胞組織からの散乱光が、健常細胞核、または岩細胞核によるかどうかを決定するために、用いられてきた。自生体粒子において、 多数の異常な電磁散乱効果が生じる。比有電率が当時率に等しい場合、後方散乱利得はゼロである。また、散乱放射は入射放射と同じ向きで変更される。粒子サイズが未散乱の起きる限界まで小さい場合では、前方散乱がゼロであり、他の方向の散乱放射の完全な変更のために、前方散乱と後方散乱における非対称性が生じる。 ミイサンラン理論はメタマテリアルの設計に使用されている。この種のメタマテリアルは通常低油電率構造体に周期的またはランダムに埋め込まれた金属または非金属介在物の三次元複合材料からなる。この場合、負の有電率もしくは当時率は介在物の共鳴ミイサンラン時に現れるように設計される。負の実行有電率は 電気双極子散乱係数の共鳴時に、負の実行当時率は磁気双極子散乱係数の共鳴時に合わせて設計され、DNG 倍質はこの両方に合わせて設計される。粒子は通常以下の組み合わせを有する。非有電率と当時率の値が1よりも大きく近接している一組の自生体有電対粒子等しい有電率を有するが、 異なるサイズを有する二つの異なる、有電体粒子大きさは同じであるが、有電率が異なる二つの異なる。有電体粒子理論的には、ミーサン,ン理論によって分析される粒子は一般に、休憩であるが、実際には、粒子は通常、製作を容易にするために立方体、または、円柱として作成される。こう指定数が、動作波長よりも、 はるかに小さいという形で述べることができる均質化の基準を満たすためには、有電帯粒子の非有電率は1より、はるかに大きくなければならない。負の有効有電率、例えば負の有電率を達成するためには、非有電率は、イプシロン R78 でなければならない。ミイサンラン理論では、先に、磁性粒子の項で挙げた通り、前方及び後方散乱では、 期待称性が生じうるので、これを利用することで指向性アンテナを作成することができる。さらに、有電体中における波長の変化によって、通常空間に比してアンテナは小型になりうる。結果、高い指向性と小型化を両立したアンテナを作成できる。また、有電体粒子の共鳴名産卵を相互結合の代わりに用いることで、ヤギアンテナを形成することも可能であり、 これを用いたナノスケールのアンテナを光学素子として用いる方法も提案されている。ありがとうございます。